なんか私が覚えてるのは本当に最後ね、辞めないの時にバスで新人みんな前の方に座るから、その時たまたま隣同士だったんでですよね。ね、そう、あの時のことをすっごい覚えてるね。えっちゃんが多分もう辞めなくちゃいけない状況に多分なんかなっていて、で話したんでね、本当に辞めるのって言ったら、もう辞めます、もうすごい固い意志で絶対我慢すれば大丈夫だからっていう、そのなんで辞めることになった、あれなんで辞めることになったんだ、あれは、まあ、その当時思っていたことはですよ、辞めた当時とか、まあ、それから何年もずっと私はもうみんなに嫌われていじめられてるんだって思い込もうとしてたのか、子供だからこそその大人が言ってる言葉が意味が分からなかったというか、理解ができなかった。なんでこんなに私ばっかり怒られるんだろうっていうふうには思ってたと思うんですけど、今になってこう最近中野さんにアゲイン呼んでいただいたりとか、また昔の、ね、同期とか先輩方とかと会う機会ができるようになってから、どうして辞めたのかなってこう結構考えることが多くて、よく考えてみたら、その時の私はもう残ったのが田村久美子、あの2人でペアを組むんだって思ってたんですね。それがいなくなってしまって、辞めてしまった。もうその時にはもう私には相手が誰もいなくなってしまった。中学生の時にやっぱりタッグで誰かと組んでチャンピオンになりたいっていう、私文集に書いたんですけど それがもうできないんだっていうのと、本当孤独なんですよね。やっぱりマチコと和枝はもう2人先に行っていて、1人でいて、でちょうど寮に次の後輩が入ってくるちょっと前に仲間愛ちゃん、うのちゃんが入ってきて、2人もね、やっぱり体力もあって力もあって強い、でしかも大人じゃないですか、私より年齢上だったので、あ、この子たちに追い抜かれていくんだとかっていう、もう何とも言えない、もう強くもなれないというか、目標がなくなったっていうのが多分大きいんだと思うんですけど、その目標がなく、やっぱり練習にも身が入ってなかったと思うんですね。そういう時に、まあ、D さん、D 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 さん、バスで呼ばれまして、バチーンと行かれて、で、お前を辞めさせるように会社に言うと。で、辞めさせないんであれば、私が引退する、どちらを取るんだって言うから、会社に言うから。その意味は分かるよなって言われて、その時は私はクビになるんだって思って、クビになるぐらいだったらやってやるっていう、もう目標がないので、何かこう明るい未来の目標が欲しかったんですけど、もう何もなくなったっていう。本当、最初は澤田由美子と2人で組んで、山崎照友先生のところに行って、で私全然忘れてたんですけど、クラッシュの次みたいに売り出すっていう話を会社にされたらしいんですよ。私全然忘れてたんですけど、会議室に呼ばれて、歌も出す、売り出すんだ、だからお前たちはこれから山崎哲人先生のところに行って空手を習ってきなさいって言われたらしいんですけど、すっかり忘れてたんですけど、まあ、その子も辞めてしまい、みーちゃんが辞めちゃったから、で次はムクだって思ってたんですけど、ムクも辞めてしまい、もう本当に何の目標もなかったんですよね。なのでもうそれが、そう言われて、ああクビになるんだったらもう辞めてしまえっていう感じで、まあ、じゃあ辞めますその先輩にいきなりそのバーンってやられて、やられた理由は何だったの？多分だから、そのいろんな噂とか、まあ事実であることは確かだったり、これ言っていいの？言っていいんですか？もしダメだったらカット、それがピーにする。同期、名前言っていいんですか？ピー入れてくださいね。ピー、ピー。が
リング屋さんとか、うん、男子の団体で、うん、あの、ピーしてくださいお付き合いしてデートに行くという時に、うんうん、私は全然リング屋さん の、うん、あの若い男の子がいたんですけど、うんうん、憧れてるというか、うん、好き好きって言ってました、うん、でも今考えると、うん、付き合いたいとか、うん、そういう頭はないんですよ、うんうん、子供なので。それをみんなが知っていて、同期が知っていて、そのダブルデートについてこいって言われたんですよ、うん、えあっちはのお付き合いしてるじゃないですか、うん、付き合ってる付き合ってるの、はいはい、4人の中に1人5人目、はいはいはい、でその彼を呼ぶと、ああ A ちゃんが好きだった、はいはい、好きっていうか、でも、うん、もうそんな話になる前に、まあ、私が片思いしてるっていうのが、うん、同期からやっぱお付き合いしてるから、うん、えっちゃんがね、うん、あの子のこと好きなんだってっていう話がいくじゃないですか、うんうんうん、とからかわれたりするんですよ、うんうん、で向こうの方もとてもあの真面目な方で、うんうん、あの同じ部屋には入れないけど、うん、私がこう控室で一人で作業してる時に、うんうんうん、ちょっとドアを開けます、うん、ここから入らないって言われて、うんうん、あ、はい、何でしょうかって言ったら、うん、あの僕はあのいつも応援してます、うん、ただ、うん、お付き合いとかってそういうことは一切考えてません、うんうんうん、だ私もかそういうことは考えてません、うん、じゃあお互いに今やりたいことを頑張りましょう、うんうん、まあ、あの気持ちはとても嬉しいですって言っていただいて、うんうん、あ、だから私も別にそれで十分だったんですけど、うんうんうん、なんとかくっつけようとしたんですかね、うんうんうん、なんかデートに連れて富士急ハイランドよし行ったなで、近くじゃない私は行きたくなかったんですよね、うん、迷惑もかけるし、うんうん、でその日が先輩たちがハワイに行く日で、空港までお見送りに行かなきゃいけない、うん、だから私はそっちに行きたい、うん、って言ったら、うん、マチコが、うん、いいんだよあんなの行かなくたって言うなとにかくもう向こうも連れてきちゃったんだから、もう私のこと聞いてもいいのよみたいに怒られて怒られて、もっともう前日まで絶対嫌だ、また怒られても嫌だみたいに言ってたんですけど、連れてかれちゃったんですよ。で結局そのデートに行ったとかっていう丸ごとがバレるわけじゃないですか、うんうんうん、と私だけがまずピックアップされて、あのみんなで行ったのバレたんですよ、うん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 、でもすいません分かります、で分かったって終わったんですよ、うん、でムクは、うん、やめちゃったんです、それでやめたんだ、うん、残された私は、うん、その相手の方、うん、別に私お付き合いも何もしてないんですよ、うん、してない、ただ言ったらいいんだよね、はい、なんですけど、うんうん、手もつないでないですよ、うんうん、その方、うん、クビにさせられちゃったんですよ、うわー、そっか、前日に入る時に、はい、例えばその一緒に行くリング屋さん、うん、いやスタッフ、うん、リングアナウンサー、とにかく男子は絶対に入る時に、うん、選手に、うん、手を出すなっていうことはこれ絶対言われてて、うん、もし出した場合はすぐクビだっていう意味は多分言われてると思うんだよね、うん、何もしてないのに、そうなんですよ、なんか付き合ってたのに、うん、別れますって許されてるのに、なんで私こんなに怒られてるのみたいな、うん、もうそれももう理不尽ばっかりがもうずっと続いてたんで、うん、なんで私こんなこと言われなきゃいけないんだろうとか、何もしてない私、うんうん、ただ誘ったのこっちじゃんとか、うん、でも同期だからそれを売るわけにもいかないみたいな気持ちで、うん、ああやめちゃったんだよ、クビになったんだよ、かわいそうにってやっぱりね、男性だから仕事がなくなるっていうのはね、大変なことじゃないですか、うん、だから電話番号を調べてもらって、うん、あの申し訳ありませんでしたって電話をして、うん、分かりました大丈夫ですって、あのその先も頑張ってくださいって言われたんですけど、うん、いやちょっともう頑張れないと思ってそれが理由で、そうですね、さっきの、はい、あの話になるんだけど、はい、そうやっぱ全然の中でまあお酒タバコとか絶対なんだけども、はい、まあ、まず絶対男はダメだし、うんうん、しかもその近場でねリング屋さんだったりとか、はいはいはい、まあ、リングアナウンサーだったりとか、うん、レフリーの方、うん、とにかくそういうスタッフの人と付き合ったっていうのがバレた場合には、うん、ほぼまあ、両方辞めるか、うん、男性の方が辞めさせられるかっていうのが、はいはいはい、ほとんど今までも、うん、今までもずっとあったし、うん、でほぼみんなバレるね、うん、そうですよね、うん、やっぱりなんか知んないけどバレちゃうね、うん、どっかしらで
で、バレた場合にはどっちかが辞める、うん、いやそれで向こうもそうだったのか、辞めちゃったのか、うん、で、それで、はい、そのさっきのマサールでのビータからの、はい、あんたを辞めさせる、はい、あんたが辞めないなら私が辞めるっていう、はい、その先輩の言葉があって、うん、はい、だったら辞めてやるっていうふうに、はい、たんで、それで会社に入ったの、うん、いや、もう次の日に なり、うん、もう授業終わって夜遅かったので、うん、部屋で寝ていて、うん、次の日になってバスの時間って決まってるじゃないですか、うん、その時間に行かないっていう部屋に閉じこもって、うん、今日は私は行かないから、うん、だからもう先輩たちから同期から何やってんの早く支度をしなさいみたいな、うん、でまた D さんも来てくださって何やってんだみんな待ってるんだ、うんうん、って言われたんですけど、うん、え行かないですって言われて、やめますって、やめますって昨日言いましたから、うんうんうん、で固くなに実家に帰りました、うん、でもそのね言った先輩も迎えに来たってことは、うんうん、だからそういう意味で言ったんじゃなく、うんうん、多分私のその目標を失っていて、うんうん、例えば練習にしたり、うんうん、そういうのに気が入ってないっていうところを見て、うん、数を入れるために多分今になったらそう思うんですけど、やっぱり当時は意味が分からなかったんですよね、うんうんうん、でもその、うん、言われた言葉としては、うん、あなたを辞めさせることを会社に行きました、うん、もしあなたが辞めないんだったら私が辞めると言いますっていう、うん、それでも完全に、うん、でもね、でもそれでもそう言われても、うん、私はしがみついて頑張るんだっていう言葉を待ってってくれたのかなって、うん、その時の言葉はわからないですけど、新人だから言われたことはそのまま聞かなきゃいけないし、うん、それに対しても反抗もできなかった立場として、うん、ああまさかね先輩を辞めさせるわけにもいかないし、うん、自分が辞めなきゃいけないのかなっていうふうに思っちゃうとは、うん、もう私もそういうふうに思っちゃうかもしれないな、うんうん、でもだからっつって、まあ、辞めたかどうかっていうのはちょっとあれだけど、うん、でその次の日にそのね先輩が迎えに来てくれたって言っちゃったかもしれないな、うん、ちょっと何が嘘だったの何が嘘だったのみたいなそんなわけないんだけどまあでもそこまで、でも追い込まれちゃってる人だから、うん、もう追い込まれちゃって、うん、もうやめよう、もうダメだってなっちゃってるから、うん、何があってどんなことがあったとしてもやめちゃうだろうね、うん、そうですね、考え方がもう絶対に、うん、だったらやめてやるよってなっちゃった後だとしたら、うん、もうなかなか取り返しはつかないよね、うん、そうですね、で結果1ヶ月お家に、うん、1ヶ月3ヶ月、うん、1ヶ月ぐらいお家に帰ってなさいって言われたんですよ、うんうん、あ、会社に、はい、でしばらくしたらまた戻っておいでっていう、しばらくしたらみんなの熱が下がったそんなの戻ってきたらこれも余計大変だからね、そう大変なことになるからね、本当にそれはもうできないとも思ってましたし、うん、まず一発目うちに帰って、うん、テレビつけて便所待ってるじゃないですか、うん、ちょっとだけ見たんですけど、うん、受け身取りたくなるんですよね、試合見てると。だからその日から私、うん、本当に何年も何十年とプロレスって見てないんです。だからね、あの中野さんとかあのみんな後輩の子とか、うんまあ、同期のしかり、うん、活躍してるのも一切見てません、うんうん、雑誌も見ませんでした、うん、はい、あのその気持ちは分かる、うん、私もあのプロレスやめようと思った時には、うん、あのもう本当コンビニに行かれなかったシュープロだから、ね、見たくないし、うん、乗ってないシュープロ見たくないし、うん、テレビももちろん見ないし、まあ、その気持ちはすごい分かる、うんそうだったんだ。じゃあなんかこう嫌な思い出がなんつうんだろう、まあいいこともあったかもしれないけど、うん、嫌な最後のやめ方っていうのは、うん、嫌な感じで終わっちゃった感じ、ね、そうですね、もう逃げるようにというか、うん、まあその1ヶ月後に、うん試合会場にお父さんと、うんはい足を運んで、うん、なんでそれを言うことで、やめるのか続けるのかっていう答えを、はい、でそこにお暮らしの2人も来てくださって、うん、いいからもう私が守ってあげるから頑張ろうって言っていただいたんですけど、うんうん、でとにかく辞める理由は何だって言われても、うん、辞める理由も何もないです。それも言えなかったんだ。そのあそれは言えなかったんだ、ね、先輩に言われた言葉っていうのは言えなかったから、父も一緒にいたので、うん、そこはちょっとこういうふうに大人に言われたっていうのは、うん、目の前で言うのはちょっとで自分の娘がねどんな思いで、うん、言ってもそれは私がクビになる、うん
条件だと、もう、うんうん、それを言ったら、うん、ああそうか、じゃあお前の方がクビにならなきゃいけないなっていう話になるってもう思い込んでる、うん、思ってた、はい、あ本当に、はい、ね、やっぱり有名な、ね、うんうん、選手になって稼ぎ頭の先輩がそう言ったっていうのは、うんうん、ああ私なんてっていう気持ちになって、うん、父の前で、うん、ああ首、ああ そうなるんだったら首だねって言われるのは嫌だったので、うん、その話もせず、知らなかった、はい、うん、お父さんにはじゃあその辞めるとかっていう理由は言ってないんだ。そうですね、あ なんでなんて言って言った、もう嫌なんだ、もうやなんだ、やなんだ、もう行って帰るんだ、もう時間ないでもそれでお父さんいいよって言って、はい、的なって言って、はい、ああそうか、うん、もう多分いろんなことを想像したと思うの、うん、親はもちろんね、聞かないから、娘から本当にどんな思いでね、はい、辛い思いしてる、で、あの試合以外でも殴られる、なんだかんだされるとかっていうことを、うん、絶対選手の人ってあんまり親にさ心配かけたくないから、うん、言えないですね、言わないから、でも親はそれ以上にいろんなことを想像してると思うのを言わないかためにね、だけど辞めるって言った時に、うん、あもう本当に辛かったんだろうな、うん、多分その一言言うのってすごい大変だっていうのが分かってると思うから、それに本当に本人が言ったんで、もう全てを飲み込んで分かった、辛かったんだろうなっていうのを分かった上で受け入れてくれたと思うから、うん、親のが大変だよね。そうですね、分かんないし、その状況も、うん、で何もやってあげられないっていうのが一番辛いんだよ、うん、自分だったらまだ何もできないし、うん、先輩にも何も言い返せないけども、うん、やってる当事者だから、うん、その場でいて全部が分かんないで理解できてるけども、うん、その親っていうのはその場で何があったの、うん、どうしてそんな切れてるのとか、うん、もうそれしかないもんね、想像も膨らんじゃってて、うん、俺もいつもぶっ飛ばされたんじゃないかしらそうなんですって、いや本当にそうなんだけどって、ね、そんなこと言わない、うん、あ全然大丈夫大丈夫、クラスが仕事だからねみたいなね、みんな猫もかして、で1ヶ月後そのクラスさんも来てくれて、はい、会長もいてお父さんもいた中の話し合いでも、はい、やめる、もう、はい、やめるっていう話をして、うん、で一応最後にその辞めるっていうことを、うん、クラッシュのお二人に話そうと思って、うんうん、控室の前で待っていたら、うん、先輩方が、うん、早く辞めろよとか、まだいいのかよとかいう先輩たちもいて、本当私嫌われてるって思いながらめっちゃ嫌われてるじゃん、あんたみたいなの大嫌いとか、うん、めちゃめちゃ嫌われてるただやっぱりその誤解が誤解を生んだ、もうつく噂の悪い子になっちゃってるね、噂の加藤悦子のやつじゃないですか、うん、だから、うん、まあそう本当にもうそういう人だったら、うん、もう嫌われるだろうなって思いましたけど、もしねそれを本当に言わなしちゃったらね、はい、であと先輩と後輩との1年でも離れたらすごく距離があるから、うん、あのなかなか話すこともあんまりできないし、うんね、だからそうだよね、そういう風になっちゃって、うん、どん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 違うエッチャーになっちゃったんだね、うん、手帳の中でね、うん、そんなイメージなかったんだけどな。で、辞めた後に、はい、アマレスをやるんだよね、はいはい、引退式とかはやったんですか？やってないです。あ、何もしないの、まあ、挫折ですね、本当に1年以内なので、うんうんうん、で、一旦実家でプラプラしてました、うんうん、で、半年後ぐらいに、うん、同期のマチコの家に遊びに行ったんですね、うんうんうん、で、そのまま転がり込んだっていうか、うんうん、一緒に、まあ、遊んでたんですけど、うん、そしたら、そこにボブ矢沢さん、うんうん、ボブちゃん、レフリーのボブ矢沢、はい、うん、ボブちゃんが、うん、まあ、プラプラしてるんだったら、うん、会社でコーチやらないか、うん、で、こう声をかけられて、うん、で、新会社になり、事務所が、うんうん、とっても立派なテレビになってて、うんうん、おーみたいな、うんうん、で、あ、それで給料もらえるんだったら、まあいいか、うん、でも先輩たちにもあるじゃないですか、うんうん、最初は、うん、奥の会議室とかに閉じ込められて、うん、この封筒に写真入れろとか、うん、あ、そう、自分の、はい、コーチが写真と封筒に写真入れて、うん、で午後3時になると、うん、もう先輩たちのバスでいなくなった後 に、うん、新人、うん、練習生の、うんうんうん、練習場があったじゃないですか、うん、あそこでその、うん、新人の、うん、新人じゃないですか、練習生を教えるとか、新人じゃなくて、はい、受け身を教えたりっていうのをやってました。え、それは 何年ぐらいやったの？でもそれも2年もいないんじゃないですか、ね、あ、でも結構長くやってたんだ、はいはい、全然のね、選手生活よりも長くやってた、はいはい、で、その頃に、その給料っていくらだったの？
工事の15万とかじゃないですか。生活できたの、あんまりそのところにいるから最初はいたんですけど、うんうん、もう途中で、うん、やっぱもう毎日怒られるんで、うんうん、なんでまた毎日怒るんですよね、先輩みたいにあれやれこれやれって怒るんで、本当結構なんで、もう自分で一人暮らしをしてやるようになったんですけど、じゃあ15まで一応生活はできてたんだ。ああもう本当に、あとはもう光熱費とかっていうのは母が出してくれたりとか、はい、したので、なんとかやってましたね。で、コーチをしていたんですけど、うん、その時に新人で入ってきた、うん、若手の子をレスリングに連れていくっていう、浜田さんの方にね、はい、